語家の笑福亭笑瓶さんが、2015年12月29日、ゴルフ場でプレー中に体調不良を訴えて、同県内の病院に検査入院したことが分かりました。笑瓶さんは、この日午前、千葉県袖ケ浦市の木更津ゴルフクラブで、プレー中に心臓の痛みを訴えました。意識はありましたが、大事をとって、ドクターヘリで、君津市内の病院に搬送され、入院しました。検査結果が年始に出るため、それまでは病院で静養、仕事復帰は、結果を待ってからになります。レギュラーを務めるテレビ番組は、年内の放送をすでに終え、来年1月10日から再開の予定です。趣味が、ゴルフの笑瓶さんは、プライベートで同ゴルフ場を訪れ、タレントの神奈月さんと2人でプレーしていました。